この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日は今話題の AI である DeepSeek R1 をこちらラズベリーパイ5の上で動かしてみます。DeepSeek R1 というのは中国の AI 研究所である DeepSeek が出しているオープンソースの大規模言語モデルです。 基本はチャット GPT みたいな感じで対話するような形で質問であったり文章の要約をお願いするとそれに対する答えを返してくれるというものです。性能については信憑性はともかく OpenAI が出しているチャット GPT を上回っているとか開発コストがチャット GPT の10分の1などと言われていてとにかくすごいらしいとのことです。実際に私一見も Web 版のディープシークを触ってみましたが確かに性能は高いと思いました。 今日使ってみる DeepSeek R1 についてですが、Web 版は使えるのはもちろんのこと、推論モデルが公開されているので、ダウンロードしてくれば個人のパソコンで使うことも可能です。今日はそんな DeepSeek R1 をこちらのラズパイ5上で動かしてみて、ラズパイ Edge AI 的な使い方でどれくらいまで使えるのかというのを検証してみる動画です。検証を始める前に今日のスポンサーの DigiKey の紹介です。どうぞ。 今日は DigiKey がスポンサーしている受講無料のセミナーの紹介です。抗体域ソフトウェア無線フェーズドアレイアンテナ開発要点100という無線とアンテナのセミナーです。フェーズドアレイアンテナっていうのは多数の小型アンテナを配列して高い指向性を実現したアンテナのことです。例えばイーロンマスクのスペース X がサービスとして提供しているスターリンクのアンテナの部分にフェーズドアレイアンテナが使われているというのは有名です。 今回のセミナーでは最前線かつ実践的なソフトウェアベースのフェイズドアレイアンテナの制御法やアンテナの 3D 電磁界解析の解説などが受講できます。セミナーは2月28日の午前10時からのスタートです。この時間に見れない方やもし見逃してしまった方も期間限定のオンデマンド配信があります。無料で受講できるので概要欄のリンクからぜひ登録してみてください。 そもそもこういった ChatGPT や d e e p s e クのような大規模言語モデルをラズパイのようなシングルボードコンピューターで動かせるのかがまず問題です。一般人が ChatGPT などのサービスを使うときは Web コンソールや WebAPI などを使ってサービス提供側が用意したサーバーのマシンパワーを使うのが一般的かと思います。 というのも、そういったサービスで使っている推論のモデルというのは非常に大きく、それらを個人のコンピューターに入れるというのは現実的ではないからです。例えば、ディープシーク R1 のオリジナルの推論モデルは 671B のパラメータがあります。この B というのはビリオンです。つまり6710億個のパラメータを持っているわけです。これを動かすには 1342GB の V r a m が必要と言われています。 NVIDIA が出している GPU の A180GB16 台が推奨スペックです。これを揃えようと思うと家が建てられるくらいの金額が必要になりますので個人でやるのはあまり現実的ではありません。 今回やろうとしているのは、ラズベリーパイ5上でディープシークを動かすことです。スペックとしてはメモリー 8GB、計算能力はサーバーには到底及びません。なので、推論モデルの容量を小さくし、さらに推論時の計算量も少なくする必要があります。これらを実現するやり方は2つあります。上流と量子化です。 上流はもともとある大きくて強力な教師モデルからより小さい生徒モデルへパラメータを減らしながら知識を転移する方法です上流するメリットはたくさんありますパラメータの数を減らして計算コストを減らすことでラズパイのようにメモリーが少なくて計算資源も少ないようなものでも動かすことができるようになります ただこれについてはメリットとデメリットのトレードオフの関係があります。モデルを小さくするということはモデルの汎用性であったり精度が低下するということにつながります。これは上流することによって教師モデルが持っていた細かい情報が失われるからです。上流した生徒モデルですと難しいタスクの実行なんかも苦手になるかもしれません。 ディープシーク R1 については上流済みのモデルが公式で公開されています。70B から 1.5B まで複数のラインナップがあります。次は量子化についてです。量子化とは重み付け数値の精度のビット数を調整することです。ビット数が多い方が計算の精度は高くなりますし、ビット数が低いと計算の精度が悪くなる傾向にあります。低精度のデータ型を使うことでより高速に計算ができるので推論速度が上がります。 これは使う計算機によって変わるかと思うんですけども、ビット数が高いと高精度なんですけども、計算の速度が少し遅くなると。ビット数を低くすると、計算の速度は速くなるけども、今度は精度が落ちてしまうといったことになります。ビット数を減らすので、推論の途中で細かい情報が失われてしまって、その結果、推論の精度が低下することがあります。 これらの上流と量子化を使うことでラズパイのような計算資源の乏しい端末でもディープシークを動かせるようになるわけです。今回のラズパイで使う LLM の入手先なんですけども、Hugging Face という AI のモデルを公開する GitHub みたいなサイトがあります。そこからダウンロードしました。DeepSeek R1 の日本語ファインチューニングのモデルが MIT ライセンスで公開されているので、それを使うことにします。 早速、ラズベリーパイ5でディープ e e k R1 を使えるようにしていきます。ちなみに、ラズパイ5は今回 8GB モデルを使いました。二次キーからも購入できます。セットアップの詳細については、概要欄にあるブログ記事と GitHub を見てください。そちらでは、他のデバイスへの移植性や、今後プログラムを発展させることを考えて、Docker コンテナとしてセットアップする方法を紹介しています。 こちらのラズパイではディープシークがとりあえず動けばいいだけですので、セットアップはもうちょっと簡単になります。簡単に説明をすると、推論を実行するためのソフトウェアであるオラマをまずインストール。その次にディープシークの推論モデルを GGUF 形式に変換して、そのモデルをオラマに登録するといった流れです。 今回使った DeepSeek R1 の推論モデルは、パラメータサイズは 14B の4ビット量子化モデルを使いました。パソコンで動かすのであれば、もう少し大きなモデルを使えるかもしれません。ラズパイでオラマを使う時の注意点なんですけども、Pi5 のオンボード GPU が使えないため、今回は CPU を使って推論することになります。動画にする前に色々と予備実験しているんですけども、LLM を動かしている時に熱暴走で落ちます。 これはラズバイ純正のファン付きヒートシンクを付けていてもです。ですのでサーキュレーターの上にこんな感じで乗っけて強制空冷します。じゃあ実際にやっていきます。こんな感じでコマンドを入力して。今 14B サイズの 4bit 量子化モデルなんですけどもメモリーが 10.7GB 必要と言われてしまいました。実際に使えるのは 7.8GB です。 結構小さいモデルを選んだんですけどそれでもメモリが足らないっていうのはちょっと予想外でしたというわけでさらに小さいモデルを使うことにします 7B サイズの 4bit 量子化モデルですこちらはですねもともとのモデルからかなり小さくなっているので精度なんかももしかしたら結構落ちてくるかもしれないですね気を取り直して小さいモデルでやってみます まずは、こんにちはと入力しました。まず最初に思考の過程が表示されるようですね。ただ、入力した内容によっては、思考の部分をすっ飛ばして直接出力の部分に行くこともあるようです。これが実際に思考の部分が映っているところですね。こんにちはと入力すると、その思考が表示されて、どういった回答をしたらいいかっていうのをディープシーの中で考えるわけですね。実際にはそれはラズパイ5の中で推論しています。 そしていろいろ考えた後に最終的な出力が出てくるというわけです。こんにちはと入力するとその返答としてこんにちは、質問しますと返ってくるわけですけどもこれはないでしょうっていう返答ですよね。おそらくなんですけども日本語の学習に使ったデータが英語や中国語と比べて少ない上にさらにパラメータ数を減らしてしまったのが原因かと思います。 それ以外にもハルシネーションを起こしてしまうこともありました。こんな感じで同じ単語をひたすら繰り返していくみたいな感じでですね、ちょっと怖いような状況になってしまいました。これはハルシネーションっていうよりか、ちょっと誤動作みたいな感じですかね。よくわからないです。ちなみに英語でプロンプトを入力すると、思考の過程も英語になりますし、返答も英語になります。 ちなみに Web1 のディープシークでも同じ文章を入力してみました。かなり高速に動作していますね。ラズパイとの計算資源の違いを見せつけられました。また思考の過程や返答の内容もラズパイと比べるとかなり良いものとなっています。やはりラズパイで使ったモデルのパラメーター数が少ないことが先ほど変な回答が出てきた原因かと思います。 もう少し遊んでみます。ディープシークにプログラムのソースコードを生成してもらうことにしました。演習率の近似値を求めるプログラムを Python で作ってくださいというプロンプトを入力してみました。さてどうなるのでしょうか。模範回答としてはモンテカルロ法とかマチンの公式とかそういったものを想定しています。はい。このように試行が始まりましたね。ちょっと時間がかかるかと思うのでしばらく放置してみます。 結構長くなりそうだったので途中で切りました10分くらいでですね大体このくらいの分量を作ることができます 演習率の近似値を求めるプログラムを Python で作るということだったのですが今回はグレゴリー級数を使った Python プログラムを作ってくれましたちなみにですねこれ毎回違った答えが返ってきますモンテカルロ法であったりマチンの公式を使ったやり方で考えてくれたこともありました問題はこのプログラムがちゃんと動くものかどうかということです実際に試してみますでは実際に実行してみます はい。えー、合ってないですね。グレゴリー級数で禁止された値はマイナス0.78となっていて、合ってないですね。まあなんで合ってないかっていうのは、これをデバッグしていく必要があるわけですね。ただこれもプログラムの中身が分かってないとデバッグも難しいですよね。こういった LLM を使って出力されたものをそのまま使うけども、まあ実は使えないものもあると。そういったことです。 ウェブ版でも同じことを試してみましたが、こちらはモデルが大きいことが効いているのか、いくつかやり方を紹介してくれました。この中でもモンテカルロ法を試してみます。 生成したプログラムを動かしてみましたが、問題なく動いています。やっぱりですね、ラズパイ上で使ったディープシーク R1 のモデルが小さすぎたかな、あとは量子化のビット数も少し低くしすぎたかなっていうところですね。いろいろと弊害が出てきてしまったような感じがします。なんだかんだ言って Web 版はしっかりと動くんですけども、ラズパイで使うと、まあそこまで実用的じゃないかなっていうところですね。 はい。というわけで、ラズベリーパイ5でディープシークを動かしてみました。ラズパイ5で動かす場合は、16GB のモデルを使うと、使えるモデルがもう少し大きくなりますので、出力される精度なんかも高くなるのかなと思います。 使ってみた感想なんですけどもローカル LLM は EdgeAI という制約がある以上人間のような自然な対話ができるかというと現状あまり期待はできません。EdgeAI として使う場合は例えばテキストの翻訳であったり音声の翻訳であったりそういった特定の目的に特化した使い方に適しているのではないかとも思いました。 現状の改善点としては、やはりラズパイ5を使うと推論のスピードが遅いことです。これはラズパイ用の GPU が使えなくて CPU で推論しているからです。どうやって改善するかというと、ラズパイ5の PCIe を使って外付けのグラボを使って推論を高速化できそうです。これについてもそのうち動画を作ってみたいと思ってます。 というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。何か感想がありましたら、ぜひコメントもしてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 動画の最後になりますが一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか一見では製品の宣伝工場見学アウトリーチ活動人材採用への活用など幅広く対応いたしますこれ以外にもお気軽にお問い合わせください動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれますやるなら早くをお勧めします実績や詳細は概要欄にあるメールアドレスホームページからご連絡ください それではご連絡おお待ちしております一軒が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です詳しくは概要欄から。